かも。あ、それ言っちゃっちゃいけないんだ。え、皆さん、こちらの方もあれですよね。はい、今あの方は何やってるんでしょうか。なんか専門職のような感じがするけど、針金伸ばし係とか違う？違うよね。唇、超微妙なとこですね。あ、じゃあソフトタッチのいい感じの唇をできるような感じで、それもあれですか、勘ですか、大きさとか。そうですね、勘、見た感じの。でもなんか口の大きい人っていいよね。だから多分大きくなるんじゃない。そうですね、元気さがあってすごくいいと思うんだけど。ね。今年何回目なんですか、挑戦これに。今年初めてですね、僕。じゃあ、お邪魔をしながら放送してます。ということで、なんとなく分かってきたような気がするんだけど、楽しみですね。楽しみ。これ最後に例えば、はい、支配人に見せるとか、なんか作者に、最後のチェック、ね、作者、あ、書いた作者に、あ、本当に、はい、ロフトの職員なんですか。あ、はい、あ、本当に、あ、それで OK が出たら、はい、上に吊るすと。吊るします。あ、分かりました、楽しみ。その時もできますね。はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一回切りましょうか。一回切ります。録画、違うの、録画を